ありがとうございます。お疲れ様でした。キューバ、ありがとうございました。どうも、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。ということで、こちら、これは何かと言いますと、私が、つい 2,3 週間前までですね、 5,6 年愛用した、アイアンセットたちでございます。で、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私はですね、この度アイアンをミズノのミズノプロ120というですね、マッスルバッグに変えまして、そしてウェッジもですね、ロマロというね、ウェッジに3本新しくしまして、アイアンセットはウェッジまでガラッと入れ替わったわけですが、まあ、このクラブをですね、やっぱり改めてこう手放すというか変えた時に結構やっぱ寂しいなっていう、単純にそれくらいこのクラブにはですね、愛着が湧いていたんだなということで、今日はですね、このピッチングから3番アイアンまであるんですけど、それぞれ1本ずつですね、お別れ会をしていこうかなという、そういう、どうでもいい会ですね。興味があればぜひ聞いていただければと思うんですけども、どうしようかな、3番アイアンからいこうかな、ピッチングからいこうかな、どっちがいいかな。でもいいっすね。改めてこう思うとですね、めちゃくちゃ使用感はありますね。傷だらけというか、ヘッドアーマー譲り受けたものなんですけど、まあそうですね、よく使った順で言うとやっぱり短いクラブなんで、ちょっと長いクラブからね語っていきましょうか。まずはこの、まあ長くなると思いますんでね、のんびり寝る前とかにぜひ聞いていただければと思います。3番アイアンから。3番アイアンはですね、ちょっとネットが下がり始めました。まあ3番アイアンはこれどの辺で使うかっていうと、飛距離としては220から210くらいの飛距離の時、残りの距離の時に使うんですけども、まあ主にだから使い道としてはティーショットで使ったり、試合に行くとですね、まあ210ヤード20ヤードのショートホールもあったりするんで、そういったところでティーアップして使う機会の方が多かったのかなという印象ですね。で、あとパー5のやっぱり2打目200ヤードちょっと210、20の時に2オンを狙うクラブっていう、イメージがあってですね、これはやっぱりこういい思い出としては、いろんなところでこのクラブを打って2オンさせていただいたなっていう、このバーディーをパー5で、増やしてくれた一つのクラブだと思うんですけども、まあ同時に3番アイアンってやっぱりちょっと難しいですね。やっぱコントロールがこのちょっと当たり損ねると曲がっちゃったりとか、飛距離が合わなかったり、難しいクラブなんで、ティーショットでやっぱり対応したんで、もう決まったホールではもう3番でティーショットするみたいな、すごくこう活躍してくれたクラブですね。だから難しい場面ではまあ出さなかったということで、あんまり悪い思いではないっていう、そんな3番アイアンでございました。ということで、さよなら3番アイアン。はい、次こんな感じでいきます。5番アイアンですね。5番アイアンはもうパッと思い浮かぶいい思い出は、箱根カントリークラブですね。神奈川県オープンという試合毎年ね出ていたんですけど、それが今年は違ったんですけど、去年まで、4年連続くらい出てたかな、箱根カントリークラブというところですね、神奈川県オープンやったんですけど、そこの、スタートホール、私毎年ですね10番スタートになっておりまして、そこの10番ホールが220ヤードだったかな、220ヤードの打ち下ろしのパー3なんですよ、10番ホールが。で、その3番で打つか5番で打つかすごく迷う距離なんですね、最初の10番のスタートが。で、やっぱりその10番のスタートって緊張するし、なんとかまあパーを取れたらね、こう1日競技なんで、パーが取れてこう波に乗っていきたいところなんですけども、毎年そこで必ず朝試合に行ったら練習場に行って、この5番アイアンをですね、もう満振りする練習するんですね。3番アイアンで打つとやっぱコントロール精度が下がるんで、もうティーアップして5番アイアンで満振りして、もうめちゃくちゃ高い球を打ってですね、なんとかそのグリーンに乗せるっていう作戦を4年連続くらいでやったんですけど、4年連続ナイスオンしましたね。4年連続そのだから10番スタートの1打目は超いいショットを打って毎回スタートしていくっていう、もうその思い出が一番大きいですね。あといいショット打ったなっていうのはね、グアムのマンギラオでですね、残りこれも210ヤードくらいだったと思いますね。こうめちゃくちゃもう今でもはっきり映像覚えてますね。こうもうめちゃくちゃ綺麗なドローボール、イメージ通りのドローボールでピン根元にズドーンって落ちたショットがもう一番その5番アイアンで
覚えてるショットかなと思うんですけど、まあ、この5番アンドのね、苦い思い出としては初めて出たティーチングプロ選手権で、決勝まで残ってですね、三重県にある青山高原カントリークラブっていう確か名前だったと思うんですけど、そこの2日目でですね、すごい狭いミドルホールがあって、残り200ヤードくらいの距離からこれをね、振ったんですけど、めちゃくちゃシャンクして OB になったっていう、そこで私の上位進出というか、もう優勝はもうもちろん優勝最初からまあ無理な位置だったんですけど、私のその夢が、完全についえたという、いうような、決定的なシャンク OB を出したっていう、その悪い思い出はそれかなっていうね。まああとはまあ悪い思い出はそんなに、まあ5番も結構ね難しいですからね、コントロールするっていうのはね。まあ、一番その青山高原カントリークラブ三重県でシャンクして OB っていうのが一番のこの5番との苦い思い出ってことで、ありがとう、ご愛よ、さよならということで、6番や6番はやっぱり180ヤードくらい、185、190くらいまでね打つことがありましたね。これもやっぱりその長い距離を狙っていくということで、ショートホールとか試合に出て7000ヤードを超えるような、コースだと結構対応したのかなということで、この6番アイアンとの思い出は今パッと思い浮かぶのは特にないですね。はい、いい思い出も悪い思い出も特にない、今思い出してもちょっと今思い出してるんですけど特にないんで、ありがとうございますということでさよならっていう、ね、6番はいや結構いっぱいね使いましたけどね、いい思い出ちょっと今パッと思い浮かばない。はい、7番アイアン、もう7番といったらもうゴルフクラブといったら7番って言ってもいいくらいね、これはもうめちゃくちゃやっぱ使いましたね。低い球打ったり高い球打ったりフック打ったりスライス打ったり、もういろんな球打ちましたね7番や。そうだな、トラブった時にめちゃくちゃフックボール打ったりとか、めちゃくちゃスライスボール打ったりとか、まあ、そういうこうトリックショットっていうかイレギュラーなインテンショナルなスライスフックを打った時にもうやっぱ成功したっていう思い出がありますね。ただねなんか場面はねこうやっぱ思い浮かばないな、これここで使ったいい思い出っていうないですね。7番いっぱい使いすぎてないですね、本当にありがとうございました。7番やさよならということで、残りもう3本あっという間ですね。他の結構長いクラブの方が思い出話意外とあったっていう。8番やはい、まず8番って言ったらもうねすぐ思い浮かべます。河原の16番ホールでホールインワンした時に打ったクラブですね。人生初のホールインワンを打ったこの8番アイアンです。この2年前ですね。今年はホールインワン出なかったですね、まだ何ラウンドかありますが、去年一昨年と2年連続で出ました。その一昨年に、この河原の名物ホール、ね、砲台の、打ち上げのねパー3で、ホールインワンを打ちました。距離は170ヤードくらいだったかな、160後半で右からのフォローというような感じだったんですけど、これはね思い通りのもう計算通りに打った、ドローボールでしたね。風を計算して右に打って、距離感もぴったしでワンピンくらい手前に落ちて転がって見えなくなったっていう。で私はね全然入ったと思ってなかったんですけど、同伴者の人が入ったんじゃないですかみたいな感じで言ったら、キャディーさんがなんかこうパターいりません、男のキャディーさんだったんですけど、その時はパターいりません、一瞬こうクエスチョンマークみたいな、あの入ってます入ってますね、パターいりませんで、みんなでね、こもり上がった初めてのホールインワンということで、8番アイアンはそんな思い出がありますと。悪い思い出はないですね、8番アイアンは。まあでもやっぱり短いクラブほどちょっとやっぱフックしたミスがあったなっていうね、こう引っ掛けやすいんで短いクラブほど、そんなイメージはありますが、やっぱり8番アイアンはね、いろんな場面150から160ヤードくらいで結構こう対応したんですけどね、まあホールインワンしました、ありがとうございますということで、さようならっていう。8番やん8番、はい、9番やん、9番やんもいい思い出が特に思い浮かびませんっていうね。まあショートアイアンはね基本いっぱい使ってるんで、ちょっといっぱい使いすぎてなんかこれっていった思い出はないんですけども、そうだな、思い出しましょう。9番アイアンありがとうございます、お疲れ様でした。9番ありがとうございました。ということで最後ピッチング、もうピッチングといったらもう何度使ったことかっていうね、だからもう5、6年でもう何万回も打った、まあ全部結構打っても何万回もお世話になったクラブですけど、このピッチングは去年ホールインワンを出した
時に打ったクラブでもありますね。残り120ヤード、30ヤードぐらいだったかな、130ヤードぐらいだったな。これもね、もう超完璧なショットだったんで、もう鮮明に覚えてるんですけど、その日はですね、ショットの調子がそこそこ良かったんですけど、全然こうパターがちょっと入らなくて、去年のそのホールインワンした日なんですけどね、パターが入んなくて、でそのショートホール、ホールインワンを出したショートホールの前のパー5で、2オンしたんですけど、3パットして、結局ショートパット外して3パットをして、はぁ、あ、みたいな、で残りが2ホールですみたいな感じになったんですね。で僕がそのショートホールに立って思ったのは、いやもうこんだけパター入んないから、もうパターがいらないくらい、もう寄せてやる、もうベタピンにつけてやるっていう、もう気合が入りまくってたんですね。でまあ130ヤードちょっとだったと思います。でピッチングでフルスイング振り抜いて、もうちょうどいい距離だなっていう風に思っていて、もうとにかくパターが入んなかったんで、もう根元しか意識しなかったです。もうピンの根元にズドーンっていくイメージしかなくて、まあ、それでショットを打ったんですけど、すごいいい感触で、もうワンピン右くらいがこうドローボールで、まあ、感触、見た目、距離ぴったしで飛んでって、根元にガーンって落ちてワンクッションして、次のバウンドで消えた感じだったんですね。根元ドーン落ちて消えたみたいな、いたーっていうね、盛り上がったんですけど、非常に、まあ、自分の中ではもうこういいショットが打てて入ったんで、非常にこう気持ちのいいショットだったんですけど、ちなみにその8番アイアンの時とピッチングの時と2年連続ホールインワンしたんですけど、その時、一緒に回ってたですね、あの宮崎さんっていう方がですね、こう2回とも私一緒に回っているっていうね、これホールインワン請負人っていう私の、たまたまそんなすごいしょっちゅうね一緒に回る方ではないんですけど、たまたまホールインワンした時は2回ともその方はあの目撃してるっていうね、その方はまだホールインワン出てないんで、ぜひあのこのホールインワン次の流れに乗っかっていただいて出していただければと思うんですけど、でピッチングはあと他にはですね、やっぱランニングアプローチとかグリーン周りでもよく使いましたね。その冬場とかね、芝が枯れた場面とか難しいライが悪い場面とか、そういった場面でもランニングアプローチとしても対応しました。基本サンドウェッジか、ピッチングかっていう冬は、もしくは、まあ、最近はアプローチ52度とかで、ね、アプローチすることも私増えて、結構よりアプローチ安定してきてるんですけど、まあ、アプローチでも対応したなという、ピッチングは、ね、低い球打ったり高い球打ったり、まあ、特にそのレギュラーティーから、まあ、特にそのセカンドショットもやっぱ100ヤード前後っていう残ったりするとピッチングを打つ機会が非常に多かったので、まあどうでしょうね、ピッチングを持つっていう機会が一番もしかしたら多かったのかもしれないかなという、ことですが、まあ、同時に、ね、それだけシャンクして OB みたいなことも多々あったりとか、まあ、するんですけど、まあ、嫌な思い出は、まあ、ないですかね、まあ、すごく、まあ、ピッチングには本当にお世話になりましたということで、ありがとうございますということで、IN の皆さん、この5、6年長い間支えてくださってありがとうございました。ありがとうアイアンっていう、スリクソン Z725 っていうね、アイアンを使わせていただきました、長い間。でこのアイアンはですね、まあ別に眠ってても仕方がないんで、ちょっとまあこの自分のシャフトモダスの、120の X かなが入ってて、あんまりまあガチガチに硬いシャフトではないんですけど、まあそこそこヘッドスピードがあって、この人はモーダス合いそうだなっていう方がいればですね、ぜひプレゼントしたいなと思ってるんで、まあこれはちょっと視聴者の方にあげるっていうよりかは、実際にレッスンしてる方の中でこうな必要な方がいれば、誰かに譲りたいなと思っておりますので、であなたはこれ合いますっていう方に出会えた時にこうちょっとあげたいと思います。プレゼントしたいと思います、ね、視聴者プレゼントでもね、これあげた方があんまり合わなかったら、ちょっと、まあ、このアイアンにとっても私にとってもその人にとってもあんまりねよろしくないんで、合うと思った、自分の目で見てスイングを見て合うと思った人にぜひこのアイアンはプレゼントしたいと思っておりますので、そういった方が現れるとか出会えることを私は願っております。クラブに愛着を持って、クラブとの信頼感を持って、ゴルフを楽しんでくださいということで、ゴルフクラブをね買うとやっぱテンション上がりますね。このアイアンたちには悪いですけど、アイアン変えるとやっぱり練習しようとかテンション上がるんで、やっぱりこうテンション下がっている方はちょっとクラブ買ってテンション上げるっていうのも一つのいい手じゃないかなと思います。ということで今日は私の、ただのアイアンとの思い出話を語らせていただくという、そんな回をお送りさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。